はい、レオンです。今回は BOCW で、今回ねバトルパスのね今現在レベルティアレベルがね13なんですが、左側に表示されているようにね、これシーズン前回のシーズン2で獲得したティアスキップトークン2個獲得しているので、今13、14、15、これ新武器、これは無料になってるんで、鍵マークがついてないんで、これ無料で獲得できるんですよ。これ PPSH ですね、41。これ BO3 で確 か追加された武器だと思うんですけど、これちょっと獲得していこうかなと思って、でバトルパスもね今回購入しようと思ったんですけど、本日はね一応コンビニでローソンでいつも購入するんですけど、1000PSN チケット購入して、ちょっと 1000CP ね購入するにはね1100円必要なんですよ。ちょっと今1060円、あと40円ぐらいちょっと足りないんですよ。なのでちょっと多分明日ぐらいに買うんかな。今日ちょっと時間ないんで、今日はちょっとバトルパス買わないでこの PPSH 獲得していこうかなと思って。本来ならばバトルパス購入してで PPSH 獲得しようかなと思ったんだけど、まあ別々でもいいと思うんだけど、今回このティアスキップトーク2個使ってこの PPSH、このシーズン3で追加されたサウマシンガー新武器の PPSH41 獲得していくんで、四角ボタンでこれ未使用のトークンを使用中、ティア15アンロック、はい獲得っすね。済ませました。こちら2つ、あでもこれはねロックかかってるからバトルパス購入してないんでね、これ獲得っすね。PPSH41、 早速ちょっとクラスの方にちょっと入れていくんで、サウマシンガン一応こうやってアサルトライフル、サウマシンガン、これはライトマシンガンで、これはタクティカルライフルで、これ何アサルトライフル、スナイパーライフルはちょっと今入れてないんで、一番下の方に入れてるのかな。こうやって順番よくやってるんですよ。こうやってこっちにちょっと入れようかな。 MP5 なんだけど、 MP5 ちょっとどこに入れようかな。これもサーマシンガン、あこれもここに入れようか。とりあえずこれ松井ジュリナのクラスに、これ MP5 なんだけどこちらですね、 PPSH41、これちょっと入れるんで PPSH41 フルオート、連射速度と弾速が向上、発射中のコントロールが難しいが射程距離に優れるってことだよね。連射速度低いんじゃないですか、そんなに高くはないですよね。まあオールマイティって感じだね。これ一応使って試合やるんで、ステッカー3つこれ入れようか。真ん中にこの女のやつ入れて、3つ目はこれでも入れとくか。これで一応今ハンドガン今使ってねえからな、バリスティックナイフ入れようかな。迷彩、迷彩一応やって、アクセサリー鳥のやつやって、これ1がちょっとわからないんですよ。2を
こうやって1はねこれやってちょこれで変えると思うんだけど、スカベンジャーを入れてた方がいいですね。リストックギアヘッド入れようかで、エンジニアとタクティカルマスク、コールドブラッド、スパイクラフト、これで一応これやるんでね、次試合ニュークタウンでまずやるんで、こういう感じでちょっと短い動画になるんだけど、はい、以上にしたいと思います。今回ね、BOCW シーズン3ティア13からこのバトルパス、ティアスキップ、ティア2スキップ利用してこのティアレベル15まで上がら進ませてね、このシーズン3で追加されたサーマシンガン新武器 PPSH41、解除しました。はい、あとよろしく、なってないな。はい、あとよろしければ、あ、これこれなんか違うよね、ちょっとおかしいな。あれ XM4 なんだけどな。新武器はショーケースに設置できない、できるよね。あ、できたできた。あ、これこれ。こちらっすね。今 PPSH になってるんで。武器ショーケースに設定できたんで。ショーケースの武器がアップデート。あと、よろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。